清掃は、寮の、第三代皇帝。忌味名は、骨翼。理従家により殺害された、東ず単国王やりつと意欲の長男で、大祖、やリツあボキの着村にあたる。街道9年に、おじの第二代皇帝大層に従い、南下して、行進を攻めた。そこで先行を立て、大道元年2月、栄光音に封じられた。行進滅亡後も戦乱は収まらず、 鎮圧に当たっていた大層は4月に、河北の乱城で崩御した。骨翼は軍を率いて、南京を陥落させた後、前線の将軍らに擁立され、皇帝に即位するため、首都である状況へ向かった。一方、状況では、大層の記載であった、術立大号が、大層の弟の李口次の皇帝として擁立しようとしており、骨翼の即位に反対した。 両者の軍は、川で退治し、この戦いに敗れた、小太号は、骨翼の即位を承認した。国内の反対派を抑えて皇帝に即位した清僧は、9月に、大同元年を天禄元年に改元し、野立や質を用いて、政府内の改革を推し進めた。大僧の大の南面間と北面間を合併させて、南北の枢密院を成立、南を及び、北王を廃止、 後に、数密院に、その機能を合わせた。これらの改革によって、寮は、部族連合より、中央集権体制へと転換し、それ以降の寮の発展の基礎を築いた。しかし清掃は主職に溺れ、狩猟を好み、晩年は関心を用いるなど政治は乱れた。天禄5年、北間を支援して、公州を攻撃した木と、超古山において、大祖の弟の安橋の子である、 差し割りによって暗殺された。ありがとうございます。